皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ネコリンゲーム正直屋のネコリンです。ついに最新アップデートということで、新キャラクター登場。これめっちゃ待ってた。アナスタシアが光だったので、今度は風属性のロビンっていうことで、このロビンについての性能を早速語っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ちなみに私ネコリン、念願の450万戦闘力達成しました。今後も頑張っていきます。それでは解説をどうぞ。世界には新しい秩序が必要だ。こちらが最新キャラクター、カニ一種ロビンということです。どうやら海外ティアの方だと S- ぐらいの性能を誇っているという情報を得ました。かなり強い部類ですね。総合ティアの中でも、風属性の中ではウェンディの次ぐらいには強いっていう風に言われているキャラクターです。職業は強襲ということで、火力系なんだなっていうことがわかります。それでは早速性能を見ていきましょう。まずこちら、スキル1、アローロック。これ1ターン目発動のクールダウン2ターンです。物理ダメージ単体狙撃ですね。おう、狙撃っていう感じだよね。前の味方が攻撃した敵一体に狙撃矢を2本放つ。目標防御の 50% 無視。あー、 50% か。攻撃力 180% の物理ダメージを与える。結構強いですね。 180×2 ってことだよね。 360% ダメージで、しかも 50% 無視か。かなり攻撃寄りですね。やはりで、目標がガーディアンの時ってことは、つまり守衛の時って意味だと思います。守衛の時は必ずクリティカル攻撃になりますよと。ってことは守衛対策にめちゃくちゃいいじゃん。前の味方が攻撃したっていうことだから、速度調整を行って、例えば守衛に対する攻撃プリスとかで先に殴ってもらう、殴ってもらったところにロビンがこの狙撃攻撃で守衛にクリティカル攻撃を与えるっていう、結構守衛に対する特攻がめちゃくちゃ刺さりそうだなっていう感じがします。まあそれだけじゃなくても、例えば後衛攻撃が得意なキャラクターの後にロビンを援護攻撃させるっていう風にすると、後衛から倒すことができるっていうことになりますので、自分が苦手な倒したい敵を狙って編成組むっていうのがめちゃくちゃ重要だなという風に思いました。ただ編成難しそうだね。スキル2、アローテクニック。これはパッシブスキルですね。攻撃 40%、HP20% に、クリ率がプラス 15%。まあこれ全部レベル3の条件なんですが、クリティカルが高いな。しかも通常攻撃時、前の味方が攻撃した一つの目標を攻撃するってあるから、やっぱり速度調整大事だね。だから、ロビンと常に組ませるのはいいんですけど、相手のパーティーに合わせて編成をし直さなければいけないので、結構クロート向けなのかなと思います。特に、微課金、無課金の方に関しては、そこまで育成が終わってるキャラクターっていうのが少ないと思うんですよ。まあ、育成が終わってる、今回は星10とします。星10まで育っているキャラクターは少ないと思いますので、結構速度調整までして、守衛を狙い撃つだとか、支援を狙い撃つだとかっていうところの編成は難しそうです。単純にロビンの火力キャラクターとして運用した方がうまく回るんじゃないかなというふうに思いました。スキル3、忍び込み。2ターン目のクールダウン4ですね。これはアクティブの必殺技です。7本の矢をランダムに発射する。1本あたり 180% の物理ダメージと 20% の沈黙効果だって。沈黙は通常攻撃しかできなくなっちゃうよっていうことで、まあ、サイレンスだね。あー、なるほどね。しかも、複数の矢が命中した場合、矢の攻撃力は 15% ずつ減少するってことは、5パーティーいて、その5パーティーに、5パーティーというか5人だな。5人いて、1発ずつ当たると、180×5? で、900か。で、そこに、165っていう感じになったら、かなり強いな。まあ、同じキャラクターに
7回連続で当たるっていう、まあ奇跡中の奇跡が起こる可能性もありますが、だいたい原算で言うと同キャラクター3回4、5ぐらいで考えた方が良さそうですね。それでも 1000% 以上はダメージが当たる。普通に強くないか。ただちょっと運に左右されますが。で、これ、例えば、風パーティーで組むならまあいいんですよ。魅惑状態とかと合わせて。万が一、氷と編成した場合、氷編成の氷結した場合、ロビンがこんな感じで、ランダムにバンバンバンって言って、氷結キャラクターに連続ヒットした場合、氷結解除されちゃいますね。ちょっと私に関してとかもだけど、水パーティー主でやってる人とロビンは相性があんまり良くなさそうな気がします。水パーはちょっとしんどいかもしれないね。っていうのが正直なとこありました。森のハンター。これはパッシブですね。狩猟の印を付与する。狩猟の印が一つ存在すると、目標に対するクリ率プラス 4%。1体の目標を最大10回マークできる。クリ率 4% か。まあ、これはあくまで、ロビンだけにかかる効果でしょうね。さすがにこれパーティー全部にかかったらチートすぎるぐらいの性能になっちゃうから、ロビンのクリティカル率がバンバン上がるのか。ってことは、エスピアだとか、ルーンとかっていうのはクリティカル系でまとめた方が良さそうですね。うん、速度調整なんかの進速なんかは味方に持たせるといいかもしれませんね。ロビンに関しては本当クリティカル特化で組んだ方がめちゃくちゃ強くなると思います。または攻撃かな、物理攻撃力アップとかそういったところがいいと思います。まあ、ワンチャンもっと防御無視働かせるために貫通とかもありなのかなっていうのは今のところは思いました。ちょっと運用してみないと何とも言えませんが、その辺が合いそうな気がします。ちなみに、他のキャラクター、風パと組むんだったらもちろんね、ランプの魔人とかを一緒にして、守衛で守ってあげる。というところもいいんですけれども、結構防御デバフ系と合わせるっていうのも面白そうですね。ピノキオとか、エルフマリーとか、あの辺かな？あとは、私、ウサギも良さそうだなって思いました。これだけ、この、ハンタースキルかな？このクリティカル率アップのマークをつけるとか、ランダム攻撃をバンバン放すためには、味方パーティーの速度が速いといいと思うんで、ガン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 相手の上から殴っていくっていう攻撃パーティーもかなりいいかなというふうに思いました。結構汎用性高そうですね。たださ、画像の中だと、あ、ヒゲが生えてる、めちゃダンディーって思ったのに、生えてなくない？あれ？ヒゲ剃ってる。まあ私はどっちも大好きです。ちなみにピノキオはこんな性能です。まあこの攻撃力が最も高い敵に対する防御マイナス 20% っていうことがあるんで、味方が防御マイナスをつけてあげてロビンの攻撃ががっつり入るっていうと結構良さそうですね。まあロビンに限らず強襲の人とピノキオ等はやっぱ合わせたらかなり強いと思いますので、そういうデバフパーティーと一緒に運用するっていうのもかなりいいかなというふうに思いました。個人的にはこのジョーガもかなり相性いいかなというふうに思いました。錯乱かけてあげて目標の命中マイナス 25% と防御マイナス 30% っていうこの効果、これ結構5属性パーティーにロビンとジョーガっていうのは結構いいかなと思いますが、でもそれでもやっぱりプリスとかと一緒に使って守衛をバシバシ倒していくっていうスタイルの方が扱いやすいのかなというふうに思います。どっちかっていうと防御デバフよりも倒したい敵に対する連続追撃効果っていう意味合いでのパーティー編成の方がやはり合いそうな気がします。もう一人個人的にアヒルの子もかなりいいかなというふうに思いました。なんといってもこの 60% 確率中高率のランダム敵に対する水の魂、これも防御マイナス 20% じゃないですか。中高率のランダムな敵2体ですよ。つまりランダム攻撃の7本の矢みたいなやつがこのマイナス 20% の効果をかかった状態にバシバシ入るとかなり攻撃力高いと思います。やはり運に左右されるということはあるんですけれども、これは
やってみてほしい。五属性パでいろんな組み方をしてみるっていうのがこのゲーム面白いところでもあるので、ぜひやってみてほしいです。私もやってみます。いかがでしたでしょうか。今回は新キャラクター神石ロビンについて、ニコリン的な個人的キャラ評価ということをやってみました。私は風属性あんまり揃ってないんですが、このランダム攻撃っていうのはめちゃくちゃ魅力的なので、ぜひ五属性パーティー使う際にはロビンを運用してみたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。今後もダークテイルズ楽しんでいきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。